森保ジャパンで MF 久保建英、21イコールレアルソシエダード、な若手が首相に大抜き適される可能性が出てきた。日本代表の森保はじめ監督、54、が13日に欧州視察から帰国。新チームで指導する今後の代表活動に向けて、これまで首相を務めてきた DF 吉田麻也、34イコールシャルケ、と、後任について議論したことを明かした。吉田の続投も含めて様々な選択肢を検討する中、浮上してきたのが、持ち回り性、だ。森保監督は、その試合だったり活動で、首相をいろんな選手にやってもらうというアイデアもある、と構想を披露。その都度異なる首相を任命してテストしながら、2026年北中米 W 杯へ向けて正式な首相を選定していくというプロセスだ。まずは新チームの初陣となる3月の国際親善試合のウルグアイ戦、24日、国立とコロンビア戦、28日、ヨドコーで新たな首相を模索していくが、まず筆頭候補となるのは、MF 遠藤航、30イコールシュツットガルト、だ。代表やクラブでキャプテンシーに定評があり、本人も昨年末のイベントで、興味ある。チャレンジしたい、と新首相に意欲を見せている。また、森保監督は若手の登用について、そのアイデアも選択肢に持ちながら、と言及しており、思い切った世代交代もあり得る。そこで有力候補となるのが久保だ。かつて同僚だった元日本代表 MF 石川直宏氏、FC 東京クラブコミュニケーター、和久保のリーダーシップについて、彼はいろんな経験をしていて、周りにいる選手を引き上げてくれる。それができる選手は本当に少ない。それが彼の進化、と太鼓判を押しており、重責を担う資質は高い。他にも MF 同案率24イコールフライブルクも東京五輪の際に首相へ意欲を見せたことがあり、若手でも人材は豊富。新たなリーダーの座を射止めるのは、果たして誰か。